サンライズマックスは日本の競争馬である。馬名の由来は冠名のサンライズ最大限。主な勝ち倉は中日新聞杯エプソムカップ小倉大賞典。2006年11月19日京都の二歳新馬でデビュー。デビュー戦は5着だった。初勝利はデビューから4戦目。 2007年1月27日の京都での3歳未勝利戦であった。自走のサツキショートライアルである若葉ステークスで2着に入り優先出走権を獲得。しかし、本番のサツキショーではいいところなく13着に惨敗した。その後、半年間の休養に入り、10月に復帰。条件戦を連勝後望んだ。 中日新聞杯で鮮やかな差し切り価値を収め、重賞タイトルを獲得した。なおこの際、安城のミルコデムーロ騎手が決勝戦手前で両手を手綱から離し、俗に言う飛行機ポーズのパフォーマンスをしたため、JRA から課体金5万円の制裁を受けるという陳事まで起きてしまった。2008年に入り、大阪杯に出走するが10着に敗れる。 続く、新潟大賞店も8着だった。その後、春競馬オーラスとなる、エプソムカップに出走。レースは先行する光る大空を、直線ゴール間際で差し切って優勝。重賞2勝目を飾るとともに、横山範博騎手に勝、JRA 重賞通算100勝目をプレゼントした。しかし、続く毎日王冠では14着と大敗した。2009年の初戦は、 小倉大商店4ヶ月の休養明けも、ものともせず、鋭い伸び足を見せ解消。重賞3勝目を挙げた。なお、安状の横山則りは、これが、小倉競馬場での重賞初勝利であった。続く大阪杯では、見せ場なく発着に終わった。その後、天皇賞では、前奏の内容から10番人気と評価を落としていたが、レースでは、 後位から競馬を進め、最後の直線で、馬場の内側から伸びて4着となった。休養を挟んで、10月11日の毎日王冠に、出走したが5着に終わった。続く、アルゼンチン共和国売では、集団追走から追い上げてくるものの4着に敗れた。続く、ナルオ記念では先段でレースを進めたが、直線で失速し7着に敗れた。 2010年の初戦は日経新春杯。後方から追い込んでくるものの4着に敗れた。続く京都記念では見せ場なく10着に敗れた。4ヶ月の休養を挟んで6月13日のエプソムカップに出走したが終始後方のまま12着と大敗を喫した。続く米子ステークスでは人気通りの10着と惨敗した。 休養を挟んで12月11日の中日新聞杯では後方から追い込んでくるも4着だった。2011年初戦の小倉大賞店と中京記念では共に後方から追い込んでくるものの5着に敗れた。休養を挟んで7月31日の小倉記念に出走したが7着に終わった。小倉日経オープンでは 後方待機から直線で外から足を伸ばし2着となった。朝日チャレンジカップではスタートで出遅れてしまい5着。12月10日の中日新聞杯では終始後方のまま16着と大敗を喫した。2012年4月27日付で競争場登録を抹消され、水口乗馬クラブで乗馬となる。ありがとうございます。